山中ですれ違った人、これは私が実際に体験した話で、当時私はホテルのプランナーをしていました。10月に結婚する新郎のお父さんが亡くなり、お通夜に行った帰りのこと。もともと入院が長く危ない状態が続いていたらしく、家族は仕方がない状態だと悲しいながら納得はしていた。新郎から結婚式は続行しますとの意向をもらえたが、2週間後だ。いろいろ大変だろうと思いながら車に乗り、家路へと急いだ。お通夜の会場は私の自宅から高速を通って1時間ほどかかる。帰りはもう10時を回っていたので、そんなに混まないだろうとゆっくり運転をしていた。田舎には珍しく高速の入り口が2箇所あり、一つは自宅に続く主要の高速と、もう一つは別の目的地へ向かう山越えの高速だ。そのことは知っていたが、うっかり乗り間違っていた。バックはできないし、まあ遠回りだけど帰れないことはないのでいいかと思い、そのまま高速を走った。しばらくは対向車もほとんど見かけない高速道路を走り、一般道へ降りると漫画であればシーンと文字が出てきそうな静けさだ。ナビに従い車を走らせる。山の中の一本道、ナビがくねくねしながら目的地を遠くに指している。どんどん進んでいくうちに道幅は狭くなり、小さな私の車がやっと通るくらいまでになり、車の片側は山肌の雑草をこすりガサガサ言っている。そして反対側崖、絶壁というほどではないが深い草むらで、多分落ちたらひとたまりもないだろう。ああ嫌なことになった。対向車が来たら私はどうすることもできない。そんな心配の中、景色はさらに漆黒へと変わる。ナビは表示するものの、携帯はすでに県外へ突入。対向車や民家といった明かりが何もない中、私は大きな声で歌を歌いながら早くこの状況から出ることだけを願う。その時だった。あ、人かな。綺麗な水色のトレーナーを着た50歳くらいの男性が自転車に乗っていて、私とすれ違った。こんな遅くに、しかも自転車で、思いもしない遭遇者とすれ違った後、さっと血の気が引いた。そう、こんな山奥は自転車が通る道じゃない。
通れるスペースもない。しかも暗い夜道なのに、なぜ服装、体格をはっきり覚えているの？どうして目に焼き付いているの？でもどうしていいかわからない。誰か助けて、早くこっから出して。そんな時、犬の鳴き声がバンと低い声で二度聞こえた。アクセルの下あたりから聞こえた。車に犬なんかいない。でも確かに犬の鳴き声が何かを威圧するかのように聞こえてくる。右足の方からだ。しかし不思議とあまり怖さがない。それよりもあの水色の人を見た記憶で頭の中いっぱいだ。しばらくすると街の明かりが見えてくる。そして道が下降して幅も広くなっていく。あー、やっと出れる。助かった。通常の道になって携帯もつながり、私は3倍の時間をかけ自宅へ戻った。ベッドに入り今日のことを考えたが、あんな場所に絶対人はいない。いるはずがない。もしかしてあの人は新郎のお父さん。私に挨拶しに来てくれたの？しかし姿ははっきり見えたものの、顔だけはぼやけていて思い出せない。そしてあの犬の鳴き声、全然恐怖がなかった。そしてその後すぐ町へ出れた。私が幼い頃から一緒にいた犬のトム、死んでしまったけど、もしかしてトムが守ってくれた。トムが励ましてくれた。だから怖くなかったのだろうか。今でもこの体験は怖くて。不思議な記憶だが、自分で理由付けして新郎のお父さんの冥福を祈っている。